付け根時代曲線付け根時代理論とは、不動産の価格や需要に差異が生じる理由を、中心業務地区からの距離に求める経済地理学の理論である。この理論では、個々の土地利用者が都心部に近い土地をめぐり、相互に競争を繰り広げるとする。これは、小売店舗は収益性を最大化しようとするので、CBD に近い土地にはより多くの額を支払いたがり、 遠くの土地にはあまり支払いたがらないという考えに基づいている。この理論は、よりアクセスしやすい地域ほど、より収益性は高くなるという推論に基づいている。あらゆる土地利用者は CBD へ、最もアクセスしやすい土地を求め競争を繰り広げる。土地利用者が支払う意思がある総額を、付け根時代という。その結果、土地利用に、同心炎上のパターンが生まれ、 同心円モデルを作り出す。この理論によると、最貧混沌が居住する、経済的余裕がある場所は、都市の端にある郊外だけなので、最貧混沌の住宅や建物はそこに位置するだろうと推測される。ところが現代ではこれは、稀なケースである。というのも、CBD 付近へのアクセスが良い土地か、都心部と同額でもより広い土地を購入できる。 居留地の外側に移動するかというトレードオフを多くの人々が従うからである。低所得者もまた住宅についてより広い居住空間か職場へのアクセスの良さかのトレードオフを行う。以上の理由により、例えば北米の都市において低所得者向け住宅は都市の内側に高所得者向け住宅は居留地の外側に位置することがよくある。あとに、 都市分析の文脈で使われるようになったが、呼び方は違うものの、付け根時代理論は、最初に、農学的背景から開発された。付け根時代効果の最初の理論家の一人は、デイビッド・リカードである。最も生産性の高い土地の時代は最も、生産性が低い土地に対する優位に基づいており、農家間の競争によって、借用形式においては地主が優位に立つことを、保証している。 と彼は述べた。ヨハン・ハインリッヒ本中年はこの理論を輸送コストの概念と混合し発展させた。あらゆる場所の時代は生産物の総額から生産費用と輸送費を差し引いたものに等しいと彼のモデルは示している。輸送コストは全ての活動において一定であるとすると、生産コストが高い活動は売り込み市場の近くに位置し、 低い活動は遠くに位置する状況が導き出される。同心炎上で密集した土地利用構造は上記の都市モデルと CBD、住宅向きの地域、住宅向きではない地域といった概念において共通点がある。ウィリアム・アロンゾによって導入されたこのモデルはフォン中年のモデルから影響を受けている。小売り、オフィス、住宅地のいずれであってもあらゆる土地利用者は CBD 内で最もアクセスが良い土地をめぐって競争する。土地利用者が支払う意思のある総額を付け根時代という。これは一般的に付け根時代曲線によって示される。付け根時代曲線は最もアクセスが良い土地は最も高額であるだろうという推論に基づいている。商業従事者は CBD 中核地の中でも内側に店舗を構える。 ために最高額の時代を支払う意思を持っている。CBD 中核地の内側は伝統的に膨大な人口に最もアクセスしやすい場所なので商業的利用者にとって最も価値が高い。百貨店は相当な売上高を必要とするので膨大な人口というのは必要不可欠である。その結果大変高額な時代を支払う意思を持っており、それが可能となっている。 高い層化することで潜在的な敷地面積を最大化している。CBD 中核地の内側から離れるにつれ、商業従事者が支払いたがる総額は急速に下落してゆく。ところが、産業従事者は CBD 中核地の中の外側の土地でも時代を支払う意思を持っている。工場として利用できる土地は他にももっとあるが、例えば売り込み市場と輸送機関が密接に、 つながっているなど CBD 中核地には多くの利点がある。さらに外側に離れるにつれ輸送機関との結びつきが減り売り込み市場が減少するために土地は産業従事者にとってあまり魅力はなくなる。家屋居住者はこうした要因20度に依存しておらず、また減少したコストを支払う経済的な余裕があるためにこうした土地を購入することができる。 中核地内側から離れるほど土地は安くなる。市の内側の地域で人々が密集して居住しているのに対し、郊外や田舎の地域ではまばらに居住しているのはこのためである。ありがとうございます。